お元気ですか、ボクシミです。今日の夕飯は鶏のね、照り焼き丼でございます。これはね、今日はですね、すいません、出来合いでございますただね、出来合いだけじゃね、ちょっと面白くないからね、ちょっと丼物にしてみました。というのもね、また足がね、痛くなってきましてね、今は大丈夫なんですけどね、帰ってきてからですね、買い物をしましてね、それから家に帰ってきたら急に痛みが走りましてですね、でお風呂入ったら急に痛みが引いてきました。相当疲労じゃないかなってね、思っております。で左側の方はね、玉ねぎのスープでございます。でお酒は久しぶりのブラックニッカのサイダー割りでいきたいと思います。でですね、明日ですが、明日はですね、久しぶりのカップラーメン動画でございます。まあコミュニティにもね、あげているあの有名ラーメン屋のカップラーメンでございますね。私もね、このお店は行ったことないんですけどね、まずはカップラーメンを食べてですね、それからね、ちょっとね、本場のね、ラーメン屋行きたいなと、というね、私の考えでございます。はい、またね、プロ野球カードもね、また別の方も買いましたのでね、そちらの方はね、後日動画で出したいと思いますので、よろしくお願いします。今日の夕飯動画と告知でした。で、今日からね、11月でございますね。残りね、あと2ヶ月でございますね。まあ1年はね、本当にね、長いようで短いなと感じております。はい。まあそんな感じでございます。今日もね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。